早速ですが、今回は、ビムパック2022のマジで、やばい、訓練内容を詳しく見ていきますね。遅れたのは、事実の確認が遅れました。中国の原子力潜水艦増加に伴って、原潜狩り演習などもあり残念なのは、護衛艦出雲に F-35B 戦闘機が着海演習がなかった。見たかったよね。米海軍は2022年6月29日から同年8月4日まで世界最大多国間海上演習、学年開催のリムパックの第28回演習を行った。参加した国の数は26カ国で、規模艦として、水上艦艇38隻、潜水艦4隻、9カ国の陸上部隊、無人システム30機以上、航空機約170機、人員2万5000人以上が、ハワイ諸島と南カリフォルニアと、その周辺で、訓練、及び、作戦を遂行した。ビムパック2022は、米太平洋艦隊司令官サミュエル・ J ・パパロ・ジュニア大将の主催で行われ、この作戦を取り仕切るアメリカ海軍第3艦隊司令官マイケル・ボイル中将から発信されたテーマは、有能で適応力のあるパートナーであった。また、中将は、このテーマに従い、ビムパック参加部隊は、幅広い能力を発揮し、海上部隊に内在する柔軟性を発揮して、自由で開かれたインド太平洋の促進に貢献する。ビムパック2022は、あらゆる領域と紛争レベルにおいて、大国による侵略を抑止し、打ち負かすために、統合連合軍が必要とする相互運用性、回復力、敏捷性の向上に寄与するものである。と述べた。この演習で、ビムパックの連合任務部隊、コンバインド、タスク、フォース、通称 CTF の司令官を務める米第3艦隊司令官マイケル・ボイル中将が、演習を搭載した。この中将は、ビムパック部隊のリーダーが集まるキックオフ集会で、参加者に対して、有能かつ、適応力のあるパートナーたちと共に、このインド太平洋におけるシーレーンの安全の確保に必要不可欠な各国間の関係性を構築し維持するため、この共同演習を行う。この演習は、それぞれの国家としての防衛目標が、部分ごとに重複し合っていることを再認識する場であり、かつ、この演習を通して、各国の意思の連携と、部隊の相互運用という言葉によって表現される各国の相互互換性を促進するための詳細手順の共有を行う場である。と述べた。日本からのリムパック参加部隊は、陸上自衛隊から、第5地対艦ミサイル連隊が、2018年に続いて2回目の参加で、海上自衛隊の出雲は、初めてのヘリコプター搭載護衛艦、DDH として参加した。防衛省は、ビムパック2022の最後の週となる7月29日から8月3日に、存立危機事態に対処する訓練を初めて実施した。この訓練の想定は、海上自衛隊に防衛出動を命じ、米海軍と共同で対処するまでの流れが確認された。この、存立危機事態というのは、武力攻撃事態等、及び、存立危機事態における我が国の平和と独立並びに、国、及び、国民の安全の確保に関する法律で規定してあるものだ。また、存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する、武力攻撃が発生し、これにより、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を言うと否定されており、まさに近い未来の台湾有事を指しているのではないでしょうか。当然のことだが、
演習というのは、戦闘を爆撃して行われる。そして、ビムパック2022のように、多数の国が参加して行う、いわゆる大演習では、参加部隊の司令官たちが演習統裁部を組織する。演習統裁部というのは、どのような流れで演習を実施するかを決定する機関であるとともに、実際に行う戦闘行動の指揮所を兼ねている。また、統裁部は、演習を実施する時点の国際関係をもとに、正規すると見積もられるような戦闘シーンや戦争を想定して演習を組み上げていく。そして、統裁部は、まずは、その戦争が正規しないようにする、もしくは正規したとしても、最小の損害で戦争を終結させるためには、いかに行動すべきかを考える。導き出された考えや判断をもとに、部隊運用計画を策定し、その計画に従って、部隊を運用して、正規するかもしれない戦争に対応できるように、部隊を訓練することが、上級指揮官の務めである。ビムパック2022では、演習部隊の集結海域として、ハワイ沖が設定された。演習を開始するにあたり、統裁部が情勢分析を行い、想定上の戦闘が正規する戦闘海域に向けて、部隊を海上展開させる。海上で軌道にする前には、必ず、通信系の構成、リンクの設定、フォーメーション等の構成を行うのが常識である。ここからは、5つの作戦において、どのようなことが行われるのかを説明していく。まず、はじめに、対潜水艦船から説明する。ここでは、潜水艦の捜索から、撃沈までの一連の作戦を遂行する。近年の開発能力によって、運動性能、静粛性、攻撃力が向上し、半永久的に潜航を続けることのできる、原子力潜水艦の増加などにより、海上交通の安全に対する脅威がより大きくなっている。各艦艇に備え付けられたソナー、固定翼やヘリコプターなどの対潜哨戒機、あるいは追潜無人艦、シーハンターによって敵潜水艦を捜索し、魚雷などで敵艦を撃沈する任務を与えられる。二つ目は対空戦である。上空からの攻撃に対し、船団や水上艦艇を防護するため、水上艦艇が実施する作戦のことを指す。これらには、イージス艦、ミサイルフリゲート艦が、迎撃機と連携して、対空戦の任務を与えられる。三つ目が対水上戦である。近年、ほとんどの水上艦艇が、射程の長い艦対艦ミサイルを装備しており、水上での戦闘は、遠距離からの SSM 攻撃が主流となっている。対水上艦艇攻撃能力は、敵国の上陸侵攻を基とする艦艇を攻撃するため、または、相手の艦対艦ミサイル装備艦艇の攻撃から、自国船舶を護衛し、海上交通の安全を確保するためにも欠くことのできないものである。四つ目が対機雷戦である。対機雷戦は、その名の通り、機雷の捜索、探知、無力化を中心とする作戦である。対機雷戦には、機雷から船を守る機雷防御、掃海、掃討により、機雷を処分する機雷排除、そして、敵機雷の性能、敷設地点の特定を行う、機雷情報任務が与えられる。対機雷戦においては、敷設された機雷を、爆発物処理隊 EOD が除去し、航行の安全を取り戻すための唯一の手段である。また、海上自衛隊は、その歴史も長く、世界最高の対機雷戦能力を有しており、米国を除けば、機雷掃海用のヘリコプターを保有する唯一の部隊である。
最後の5つ目が沈没演習である。2022年7月12日、オーストラリア、カナダ、マレーシア、米国の部隊が連携して、1回目の沈没演習、通称、シンケックスを行った。簡単に言うと、艦艇、および航空機の実弾射撃という内容で、カウアイ島の北 90km、深さ 4500m の海域において退役した元ミサイルフリゲート艦、ロドニー、M、デービス、FFG-60 を撃沈した。こういった実弾射撃イベントは、精密攻撃能力や長距離攻撃能力などの複雑な海上作戦を計画、伝達、実施するパートナー国の能力を洗練させる、現実的なデータを収集することもできる。このシンケックス演習は、現在の作戦能力と戦術的スキルを実証し、日本の12式地対艦ミサイル SSM と米軍の高機動砲ロケットシステムハイマースが連携協力して2社の総合演習を実施する貴重な機会とも言える。パートナー国との同盟は自国の安定を確保し、インド太平洋地域における抑止力と対応能力を強化するための重要な要素でもあるのだ。シンケックスで撃沈された元海軍艦艇がどうなるかというと、海洋保護調査及び保護区法に基づき、そこに人間や海洋哺乳類が危害を受ける可能性のある地域ではないことを確認し、艦船は沈む前に徹底的に洗浄され、海洋環境に与える悪影響を中和するための準備が行われる。ビムパック2022のシンケックス演習で初めて通称ハンターキラーと呼ばれる無人戦闘機 MQ-9 が使用された。シンケックスにおける MQ-9 の主な目的は、通常の砂漠任務とは対照的な海上環境での運用に関する実践的なデータを収集することであった。ロシア・ウクライナ戦争でも活躍しているような無人機戦闘機を効率的に使用することによって、正確な戦況のデータベースを構築し、それをシミュレーターに組み込むことで、より実践的な訓練が可能になるのだ。